Hi everyone, シルト大学のフニです。アニュアスヨフニです。マガンダンウマガジアジャンボグッドモルゲン、いっぱいありますね14人目の方から続きをやっていきたいと思います。ラップに触れる機会というのは私はあまりなかったのですが、ヨーという感じの相槌を打ちながら講義はすごく楽しかったです。ラップというのは歌詞をスピードの速い曲に乗せて、歌うので歌詞があんまり聞き取れないというのが今までの私のイメージだったのですが、今回の授業のラップはこんなにも魂があるものなんだと。 What the fuck?新鮮な気持ちになりました。フニさんのお話は多文化のお話でもありましたが、人生の先輩としてのご意見をたくさん聞けたなと感じています。ここではフニさんのお話で感想を書くべきなのですが、お話を聞いてどうしても伝えたかったので、自分の個人的なことを書きたいと思います。ぜひ書いてください。聞きたいんです、そういうことを。はい。私の家は400年の歴史のあるお寺でして、代々家の人が後を継いできて、私もお寺の後継ぎとして生まれてきたようなものです。あ、もう人生決まってたんですね。なのでどこの学校へ行って何の勉強をしても将来お寺の住職というのが決まっているという人生を18年という短い期間ですが、これまで生きてきました。ですがフニさんの生まれたわけじゃないということはすごく胸に刺さるというか、同じ気持ちだと感じました。そうですね、人生違うのに人生決まってるってのはなんかおかしいなって感じますね。はい。最近私はお寺の住職になるために生まれてきたのだろうかと疑問に思っていたからです。私の悩みはフニさんの国籍を交えたスケールの大きなものではないですが、いや大小関係ないですね。本気で悩んでいました。本気で悩んでいるってことは大小関係ないですね。フニさんは家族との関わりやお子さんの名前を付ける時などたくさんのところで苦労されてこられたなと感じたのですが、それでも自分の意見を言葉にして人に伝えて人を巻き込んで強く生きているっていう姿がとてもかっこいいなと思いました。私はこれからまず自分のやりたいことを、自分の好きなことを探すために自分の気持ちを言葉にすることから始めてみようと思ったので、日記を書こうかなと思っています。また今回の講義の話を周りの人に共有したいなと思います。ツイッターのフォローさせていただきました。ありがとうございます。私も、社会を変えてやるくらいの強い気持ちを持って生きていけたらなと思っています。本日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。自分の友人に Y という友人がいるんですけれども、まあもともとね、KP っていうラップグループやってた相方が、ヘタレビーボーイってやってたけども、その相方ってもともとイギリスに6年間留学してたんで、中高は向こうで過ごしてるんですけども、そこで知り合ったもう大切なアジアの友達がいるっていうのは、彼は、Y 君なんだけども、20歳の時、18ぐらいの時に紹介してもらって、彼は、ケンブリッジ大学に合格してたのかな、数学オリンピックとかも出場してて、でめちゃくちゃ頭がいい人 でとにかく僕の音楽の先生ってとまでは言わないけど、フニ君こういう音楽あるよとか、そういった時ヒップホップだけじゃなくて、僕北欧の音楽とか本当細かいジャンルにハマってたので、彼は、細かいのがあったら僕も作ってるよってことで聞かせてくれたんですけども、ケンブリッジ大学出て数学オリンピックも出て、ケンブリッジ大学は逆にケンブリッジ大学の入学の面接の時に逆に先生に、この問題簡単に解けます、君これ解けますかって言われたものをすぐ解いちゃって、逆に先生この問題解けますかみたいな感じで出して、受かったんだけど行かなかったっていうね、そういった友達がいますけども、彼も結局一緒に音楽とかをいろいろやったんだけれども、國學院大学にあるタイミングで、結婚して子供ができたタイミングだったかな、やっぱりそうなるっていうことで、それまではね、すごく発言も強くて自分の道行くんだって感じだったけれども、それで住職になってったんですよね。でなってから会ったこともあるんだけども、それが悪いっていうわけじゃなくて、彼はすごい経験をしていて、
その上で自分で決めて今なってるっていうことなので、人の選択に対して僕は何か言わないけれども、でも自分の人生の中で、まあ、Y 君がいて、で今自分はお寺も住職っていうところで育ってるんだけども、やりたいこと一体何なのかって書いてこうっていう、まあ、そういったお話を聞いた時に彼のことを思い出したかなって。で彼もやりたいことをやってました。やって最終的に自分で選択して、まあ、住職になっていったわけなんですが、まあ、とにかく人生限りがあるので、どこでどうなるかわからないので、思ったが吉日っていうことで、思ったことをぜひやってってくださいね。はい、 Y 君も久しぶりに会いたいなと思いますね。元気してるかな。とても楽しい講演ありがとうございました。様々なことを知れたし、それを楽しく知ることができて、とても今有意義な時間でした。自分が思ったことに対して発信することは大切だと思ったので、発信していこうと思います。はい、ありがとうございます。まあ、発信も大切ですね。で発信するにはやっぱり適当にできなくなってくるので、伴って勉強ってものも出てきますので、発信すると何か足りないことが気づいていくんだよね。何か十分に発信できるタイミングになったから発信するって僕もいつも思ってんだけども、そういったことは実はなくてですね、足りない中で発信していきながら、まあ、人に批判されて謝りながら、すいませんでしたって言いながら考えを改めていく、まあ、これが一番早くて実践的ストリートって感じですね。はい、16人目、今回は貴重なご講演ありがとうございました。ありがとうございました。大変いい経験となり、楽しい時間を過ごすことができました。私は音楽が好きでよく聴くのですが、ラップも何度か聴いたことがあり、リズムに合わせてテンポよく韻を踏むところが特に好きでした。今回はフニさんのラップを聴きし、ラップを自分の思い、言えない気持ち、人のコミュニケーションまで深い部分に詩を乗せて伝えることができるものであるということを知り、ラップの魅力をさらに知ることができ、新たな見方が自分の中で生まれました。たくさんのお話を聞き、さまざまな面からいい学びとなりました。本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。まあ、ラップってもいろいろあるわけですけど、自分がまあすごく興味を持ったラップっていうのは、まあ本当ナードっていうオタクなラップから、まあギャングスタラップ、ウエスタイとかも聞きましたけれども、でも上手い下手とかじゃなくて、なんか心に迫る本当のメッセージっていうのはね、あるんでですね、自分のリズム大切にしてきてくださいね。はい、ラップをやめて社長になったのはすごいと思いました。僕にはできないなと思いました。やろうと思ってないからですね。はい、やろうと思ったら大抵 70% ぐらいのことはできます。はい、自分の信念をここ、まあ、あとね、社長になったのは悔しかったんだよね。やっぱ大学時代は音楽やっててすごいじゃんみたいなのを言ってたみんなが、俺をどんどん抜いて金稼ぎに、まあ、証券マンとか銀行マンとか、みたいな感じになって、あ、まだ音楽やってんだみたいな感じになりましたんで、あなたたちの退職金を1、2で稼いでやるという反骨精神から社長になったっていう、悔しい思いがないとね、やっぱそういった普通ね、人が何か大きなことをやろうと思った時に、そのモチベーションにあるものっていうのは恨みとかコンプレックスとか合理的なものではないですよ。非合理的なものです。それが強かったってことですね。はい、自分の信念をここまで強く持っている人にあまり会ったことはないと思い感動しました。自分に自信があることはとても素晴らしいことで、キラキラしててかっこいいと思いました。全然自信がありません、私はですね。はい、自分の夢を叶えるための努力を惜しまず、やりたいことを次々とチャレンジしていく姿はとても真似できるものではないなと感じました。私だったらリスクを考えて行動に移すことをためらってしまいます。はい、しかしフニさんは授業を聞いて新しいことにチャレンジすることに少し勇気をもらいました。前例がないなら作ればいいという言葉にとても衝撃を受け、自分も考えてばかりでなく自分を信じて行動することから始めてみようと思いました。はい、なんかね、自分の背中を最後押してくれるのは、なぜ歴史に自分の名を残そうとしないのかっていう言葉がありまして、誰もやってないことだったらやっちゃいけないっていう考え方もする人はいる。だけど誰もやってないってことだったら、もしかしたら自分が一番最初で歴史に名を残せるかもしれない大偉業なんだ、大偉業なんだ、なんていうこともあるかもしれない。考え方は人次第ですけれども、私にはもう後がないし、安定もないし、なんか後がなかったんで、反省の陣だったので、なので思いっきり飛び込めたってのはあるかもしれないですね。例えばレールが
中途半端に決まってて、親もしっかり金を出してくれてとかっていうことがあったら、俺も甘えちゃったかなって思います。でも別に、金は自分で稼ぐ、やりたいことは自分でやる、誰も助けてくれない、だったら自分でやるっていうのがシンプルで良かったんですよ。逆に助けてくれる人が多かったりすると迷っちゃうなってこともあったりするんですけども、まあ難しいとこですね。どっちもバランスですね。富士山のような行動力はないですが、私も富士山と同じような何事においてもルールに縛られたくないと思っていたので、とても共感することが多く嬉しかったです。縛られるのは好きなんですけどね。むしろ縛られてからの解放がもっと好きなんですけどね。何の話だっていう。私だった、国籍なんて関係ない、自分が大切にしたい人と生きていくだけというふにさんの言葉が心に響きました。ふにさんのご講演を通して自分はどう生きたいのかということを改めて考えさせられました。すごく実りある充実した時間を過ごせました。本日はありがとうございました。よういいね。なんかようって感じになってきてるのがめちゃくちゃいいですね。授業は楽しくてよかったです。ありがとうございました。楽しくてよかったですね。ありがとうございます。僕も2パックが好きです。私も今もうカルフォニアラブを聞きながらダイビングしています。もうすごい。All Eyes on Me の T シャツ爆イケでした。 嬉しいですね。僕も欲しいです。アメリカのヒット曲ランキングでは半分以上がヒップホップであるのに対し、日本では最近受け入れられてきましたが、まだまだアングラのイメージは強く、偏見の目はなくなりません。その中でヒップホップの良さを90分で伝えようとするには無理があったと思いました。大麻が合法化したらした日本でもヒップホップが主流になるのかななんて考えています。ちなみに僕はタバコすら吸ってないし、吸うつもりもないです。楽しい講義をありがとうございました。ビガ。そうね、なんかヒップホップってなんかこうサグとか悪いこととすごく密接なんで、特に大麻とかとすごく密接なんで、どうしても一緒に捉えてしまうって人は、まあ、多いのはしょうがないとは思うんですけれども、まあそれはまあ一旦別に考えていただいて。まあ、日本もね、ヒップホップが市民権をすごく得てきましたけれども、流行るっていうのはね、誰が流行らせてるのかなと思うんですけども、流行りすたりではないね、表現方法をまず分かってほしいなと思いますし、ね、大麻が OK になったら日本でヒップホップ流行るのかって言ったら、それもまあ、ね、ちょっと分からないっていうかね。結局、まあ、難しい話になりますけれども、まあ社会で生きていくためには本当は気持ちよく過ごせればいいんだけれども、人数が多いと、まあルールが必要になってきて、まあそれが法律なんだけれども、その法律、みんなが気持ちよく過ごせるように、まあ、法律ってものがあります。で、それを破ると、まあ法治国家なんで刑務所にいられたりするわけなんですが、その法律ってみんなと、この世の中の全員と一緒に過ごすっていう決めたから、このルールを守りましょうねっていうことなんですけども、例えば、まあ、ブルーハーツの歌でですね、どこでも誰とでも笑ってなんていられないよっていうことがあるんですが、自分たちにやっぱ気分とか人間なんで感情とかっていうものがありまして、まあ、国会議員とかもね、緊急事態宣言バンバン破って酒とか飲み行ってるわけですけれども、自分たちだけでバレなければ OK だっていうものもあったりすると思うんですよね。なんつうかな、この自分たちだけで人に迷惑をかけなければ、まあ、世の中の秩序を乱すことでないっていうことであれば、自分たちが節度を持ってやるってことであれば大丈夫だと思うこともすごくあったりします。例えば、なんでしょうね、ここで、泳いではいけませんっていうところでは泳いではいけないんですけれども、ある限定された条件の中では泳いでいいよってものが出てきたりするように、何か限定条件ってものがあればですね、OK だとは思います。で、その限定条件っていうのが実は毎回本当は違うのよ、フリースタイルで。
だけどその毎回フリースタイルで違うことを考えるのがめんどくせえから法律作っちゃう、あもうこれダメ、あこれもダメ、あこれもダメみたいな感じにしてるけど、本当は毎回その場でベストを求められてることって違うから。で俺はその毎回求められてるベストを2022点取りに行こうとしてる、なるべく。だけど大人っていうのは、いや2022点取りに行くんじゃなくて80点取れてればいいんじゃないのみたいなノリなのでつまんない。だから本当は毎回新しい感覚だったり場ってのが生まれるんだけれども、それをどうしかこう本当に大丈夫みたいなことで回収されていくわけですが、いつもフレッシュが重要だと思います。ビッグアップ。プレシーズンね、言葉ね、ベイジョ。世の中に真実はないという言葉が非常に印象に残りました。ありがとうございます。フニさん、そのように思うからこそ複数の中の自分で選択をしないといけないと考えられており、腑に落ちました。確かに真実などないため、すべてのことに対して自分で考え選択することは誰にとっても大事なことだと思いました。人に言われたから選んだり、人の意見に流されて自分で考えてない方を選んだりしてしまったら、一生後悔するのではないかと思います。いいですね。自分で選択しているからこそ、自分が取る行動に対して責任を取ることができるのだと思いました。はい、いいですね。また講義で多くの人がラップに対してあまり良くないイメージを持っていたように、過激な言葉や攻撃的な言葉を発しているイメージがあったため、私もあまりいいイメージは持っていませんでした。フニさんが人と人のつながりをつながるのがラッパーの仕事であると言われて聞いた時に、まさに、聞いた時は正直驚きましたが、しかし少年院でのお話を聞いて驚いたと同時に、ラップを通して人と人が声を聞き合い、声を出して関わることで、こんなにも人は変わるのだと感激しました。やはり人間は自分の気持ちを溜め込み我慢するのでなく、自分の思いを声に出して伝えることは非常に大切なことだと改めて気づかされました。声に出さないと何も始まらない、変わらないと思いました。最後に、国籍などを気にするのではなく、この人と一緒に行きたいと思う人と関わるべきだと言われて非常に心に刺さりました。ふみさんの奥さんと子供さんに対する熱い思いを感じ取り感動したため、私も今すでに関わっている人を大事にできる人になりたいなと思いました。はい、ありがとうございます。なんかね、この講義を聞いてる人に言われたんだけど、そう、事実は存在しない、存在するのは解釈だけであるっていう言い方ですよねって言われたんだけど、そう、確か俺ニーチェの本を読んだ時にそう書いてあって、それがちょっと難しいから自分なりに変えちゃったのかもしれないですね。申し訳なかったです。はい、まあでも自分で何を選ぶのかってことだね。あと、はい、あの奥さんと子供ができてからだいぶ考え方や一緒にいる人たちが変わりましたんで、はい、その人たちを幸せにするだけですね。遠く離れた人たちにも幸せになってほしいと思ってます。まあ、一旦ここで終了します。チャチャ、また続きは。